モンセラートの赤い本のホリオ・モンセラートの赤い本は14世紀の宗教文書の写本で特に中世後期の歌曲の楽譜を含むことで知られている。スペイン・バルセロナ郊外モンセラートさんの黒い聖母像で知られるモンセラート修道院に伝承される。13世紀から14世紀頃、モンセラート修道院へ参ずる巡礼者たちによって歌い踊られた十曲の歌謡を含む。 モンセラートの赤絵本は1399年頃に作成された。元来は172ページのフォリオがあったが、そのうち32ページ分が失われている。モンセラートの赤絵本という通称は、この写本が19世紀に赤拍紙によって想定されたことに由来している。収録されている歌の作者はいずれも不明である。モンセラート修道院には、 モンセラートの聖母の礼拝堂があり、それは編纂当時の主要な巡礼地であった。曲集の意図は無名の編集者によって次のように明瞭にされている。したがって収録された歌曲は巡礼者が何か適当に誠実かつ経験に歌い踊るために書かれている。詩はカタルーニャ語とラケン語によっている。曲集は14世紀末に成立したが、収録された多くの曲は、 様式の点から早くに成立したようだ。例えばモテトゥス、喜びのとの女王は2種類の歌詞を持ち、それらは同時に歌うことができる。このような作曲様式は、この曲集が編纂された時には流行遅れのものであったろう。曲集中の多くは民謡やイムヌスの特徴を示している。いくつかの曲は単旋律で書かれているが、二世帯から四世帯のポリフォニー化曲もある。 単旋律歌曲は、カノンとして歌うこともできる。曲集中の素朴ながら力強い旋律は、非常に魅力的なものであり、歌曲のいくつかは、古学の中でも特に頻繁に録音されているものとなっている。以下の十曲がある。カッチャ、王、輝く、聖書女よオーバーゴスプレンデンズビルレー、輝ける星よステラスプレンデンズカッチャ、書女をたたえよ、ラウダムスビルジネムビルレー、 諸女なるお母おビ美ンマリアム、マトレムビルジネム、アタライトビルレイ、アマネキテンの女王よポローラムレジーナビルレイ、声を揃えイザウタワンコンクティシームスコンコネンテスカッチャ、尺図へもて輝けるオンミスプレンデンズセプティジャラバラード、七つの、喜びロスセットゴークスニセイのモテーテス、喜びのとの女王、諸女よ、お慈悲を、インペレイリッツデラチャタット女優さ、バージズセパールミゼレコーディサビルレイ、 我ら死を目指して走らんなどモータムフェスティネームスこれらの楽曲はジョルディサバールとエスペリオン XX やアンサンブルユニコーン、アラフランチェスカなど多くの古楽奏者によって演奏されている。ありがとうございます。